はい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 。フェニックスリーグに参加中の浅野翔吾選手なんですけど、腰違和感あったみたいで途中交代したんだけど、ちょっと巨人の外野陣やばないっていう話を今日していきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心にね、発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今年中にね、チャンネル登録者数5万人を目指しておりますので、500人違うよ。5万人をね、今本当に目指してますんで、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ今日、まあ浅野選手が、フェニックスリーグで、まあ途中交代をしたというところについて、ちょっとお話していきたいなと思います。はい、そもそもね、ジャイアンツの外野陣、ちょっと今ね、怪我人が多いんですね。はい、めちゃくちゃ多いですね。ちょっと振り返っていきますと、まずヘルナンですね、手首、やっちゃいましたよね。で、まあ、今、経過が結構良好みたいで、公式球をね、打つという段階に入ってきたみたいなんで、まあ、強度としても5割から6割という風な形でね、まあ、記事では報じられてましたんで、まあ、もしかしたら日本シリーズ戻ってくる可能性もあるかなっていうところですよね。で、2人目はですね、まあ、萩尾選手ですね。この間、デッドボール当たって、まあちょっと、左手かな、骨折したっていうところがあったんで、まあ少し、まあ厳しいだろうと。まあ怪我人のね、今、こう、DL 入りというか、故障班に入ってるんで、ちょっと、まあ復帰は、厳しいかなというふうに思います。で、3人目はですね、重信さんね、重信さんも筋損傷というところで、まあ復帰してる、怪我人というところで、まあまあしんどい でしょうね。復帰は難しいでしょうね。で、4人目は若林選手ね。少し肺に穴が開いたというところがあったんで、まあ、この計4人がですね、まあ、今、外野でね、怪我をしているというところですね。支配下の1軍クラスの選手でね、というところですね。で、まあ、なかなか、こんだけ怪我が重なるって結構珍しいわけですよ。まあ、その、ピッチャーとかだったら結構ね、怪我があったりとかしますけども、その分ね、駒が多かったりとかしますから、まあ、外野手ってそんなにはめちゃくちゃ駒が多い、そもそもね、ところじゃないので、そこで4人がね、今、怪我してるっていうところで、非常に、ジャイアンツね、今、外野陣がね、すごく難しくなってきてるんじゃないかなというところありますと。で、その中で今、フェニックスリーグ、やっておりまして、で、まあ、浅野翔吾選手ですよね、まあ、今年、まあ、2軍にずっといたんですけど、まあ、1軍に上がってきて、まあ、非常に、ブレイクをした。という形になってますけども、まあ、先日の動画でですね、僕、まあ、おそらく、今、現状で言うと、まあ、センター、オコエ選手を据えてですね、ライト、レフトというところ、まあ、そこは流動的ではありますけども、まあ、丸さんと浅野選手で、まあ、その両翼を回していくみたいな形になっていくんじゃないかっていうようなお話をしました。その中で、まあ、昨日かな、先日かね、浅野選手が腰の違和感というところで、まあ、その途中交代をしたんですが、そもそも違和感って何なのってところからお話していきたいと思うんですが、まあ、違和感って、まあ、人によって解釈違いますよと。まあ、本当に違和感。ちょっとこう、痛いまではいかないんだけど、ちょっと痛くなりそうだからとか、ちょっとこう、まあ少し痛いも含めてね。あるんで、ちょっとこう、まあそれも低めで違和感ってしてるのか、それとももう、ちょっともう怪我をしてるんだけども、実際怪我なんだけど、もう違和感という風に言って、まあその記事ではその怪我っていう風に報じないっていうようなね、やり方。まあこの2パターンあるんちゃうかなと思ってまして、でまあ浅野選手の場合は、まあ怪我ではないだろうと僕は思ってるんですが、まあその本当の違和感。ちょっとこう、なんて言うんだろう。痛いなぐらいで多分言わないと思うんですね。まあ野球選手、まあいろんな性格の方いらっしゃいますけども、大体、まあやっぱり痛いとかっていうのはあんまりこう、言いたくない。っていうのがやっぱ働くんですね、そういう気持ちがね。やはりまあ、まあプレーしたい、チームに貢献したいっていう気持ちがありますから、ましてやこういう時期なんで、あんまりこう、まあ多少痛くても、まあ、言わないっていうね。まあ言ったとしても、まあ、こう、
その DLE というか、まあ途中交代とかするんじゃなくて、まあそのテーピングであったりとか、まあその、まあ処方で何とかするみたいなところって結構あったりするんですよ。で、その中でまあ違和感というところで交代したということは、おそらくですけど、まあちょっと傷んでるんだと思います。はっきり言って。うん。で、それをまあ違和感という形にして、まあ、まあ記事で報じられたっていうところになってる、なってると思うんですけど、まあ、浅野選手のことを調べてると、ね、腰のヘルニアかなんかを持ってるみたいなんですよ。で、ヘルニアってそもそも、手術とかあるんですよ。手術とかするんですけど、結局治らないことだってあるんですね、ヘルニアって。うん。だからまあ、トミー・ジョンとかみたいに、まあ、肘、例えばね、まあ、腱をね、再建しますと。そしたら、絶対治りますと。時間かかるけど、しっかり治りますっていうものではなくて、ヘルニアの場合、例えば腰であったらね、手術するじゃないですか。だけども、そのヘルニアが本当に治るかって言われたら、わからないんですね。うん、っていうところがあるんで、まあ、結構、まあ、その、怪我の種類としては、結構重たいというか、うん、長引くというか、まあ、一生、まあ、一生は言い過ぎかもしれないけど、こうずっと付き合っていかなければいけない、みたいな、怪我の一つではあるんですね、ヘルニアってね。まあ腰っていう部位も含めて、まあ少しこう、まあ腰なんてまあ、まあ要ですからね、体の要ですから、そこが痛いというふうになってくると、まあプレーどころではなくなってくるんで、そういったところで、まあ浅野選手ね、まあ大丈夫かっていうところだとは思うんです。で、まあ実際、僕の気持ちとしては、まあそれはね、普通にはやってほしいですよ。やってほしいと思ってますと。先ほど言ったように、まあ、センターオコエ選手を据えて、まあ、両翼丸さんと、浅野選手で回していく。これがベストなんじゃないかなって今思ってるんですけど、まあ、万が一のことも考えといた方がいいというふうに思うので、もし浅野選手が抜けた時どうなるかっていうところを、まあ、お話していきたいと思うんですね、今日ね。で、まあ、僕のベストの布陣は先ほど言った通りですけども、まあ今現状それ以外の選手でフェニックスに行ってる外野手でっていうところで言うと、まあ佐々木選手、秋広選手、長野選手なんですね。この3名なんですね。で、まあ一人一人見ていくと、まあ佐々木選手も、まあ後半ね、最終戦かな、まあ1番がなんか打ってて、まあ非常にいい活躍もしてました。うん。で、まあもともとね、開幕スタメンっていうのがあるんで、してたんで、まあ非常に期待度の高い選手ではあると思います。で、次、秋広選手ですね。秋広選手も、まあ、今年、ブレイクするかなというふうに思われてましたけども、まあ、あまりこう、振るわずっていうところでね、まあ、打ち方の変更なんかもありましたし、まあ、非常に期待している選手ではあるんですけども、まあ、どうかなというところですね。で、最後、長野さんですけど、まあ、長野さんはどちらかというと、まあ、先発出場っていうのもあるんだけども、どっちかというと、まあ、代打に置いときたいなっていうところね、代打の一番手として置いときたいなっていうところは、まあ、首脳陣も含めて、まあ、ファンの方もそうですけども、まあ、そういう気持ちあるんじゃないかなと思いますし、まあ、ここぞというところではですね、まあ、先発出場して活躍してほしいという気持ちはあるかなと思います。で、まあ、この今3人の中で、もし、秋野選手、じゃあ、もし、浅野選手が、怪我をしたときに、まあ、誰が入んねんっていうところなんですけど、まあ、可能性として高いのは、僕は、秋野選手なんじゃないかなと思ってます。まあ、秋野選手の場合、守備の問題が少しありますけども、まあ、先ほど言ったように、両翼を、まあ、丸さんと浅野選手で回すっていう形になるんで、まあ、丸さんをライトにして、レフトに、秋野選手を入れる。まあ、この布陣が、もし、浅野選手が、怪我をして出れないっていう風になった場合、いいんじゃないかなと思います。まあ、佐々木選手なんかもまあ、あるとは思うんですけど、まあ実際、まあシーズンでね、あまりこう、良くなかったっていうのがあるんで、僕はそこの信頼感というよりも、まあ、秋広選手か。秋広選手のまあ爆発力というか、まあ打ち方もちょっと変わってますし、スイングなんかのね、スイング軌道とかも、すごく力強くなってるというかね、フェニックスの打席も見ましたけども、非常にこう、期待感持てる、なんていうんだろう、スイングをしてるのかなというふうに、思いますんで、まあ、守備のところはちょっと多少目つぶって、レフトに秋広、センターを越え、ライト、丸というところ、この布陣に、もしね、浅野選手が、怪我した場合ですけども、それがベストなんじゃないかなと思います。まあ、長野さんもね、あるとは思うんですが、まあ、やっぱり先ほど言いましたように、置いときたいんですよね、代打に。うん。っていうのがあるんで、僕は、そういう布陣がいいんじゃないかなと思いますし、でもね、まあ、腰の違和感っていうふうなことはありましたけども、まあ、ベストはね、先ほど言ったような、布陣、まあ、浅野選手も含めて、
含んだ布陣がね、僕は今はベストかなというふうに思うんで、まあそうならないことをね、祈ってますけども、まああの、こんだけ外野のね、怪我人が出てるという状況の中ね、まあそれは、もう一人出てしまった場合、もう結構5人になってしまうんでね、うん、だから結構きつい、結構というかだいぶきついなっていうところがあるので、うん、そういったところで、まあジャイアンツね、もう少しで、まあ CS の、まあもう少しというか、まあ1週間半ぐらいあるのかな、まだ、ありますけども、まあ、吉川選手なんかの怪我も含めてね、まあ、どうなっていくかっていうところをね、今後、注力、しっかり注目していきたいなというふうに思っております。はい、てな感じでね、今日は、外野がやばいというところでお伝えしていきました。はい、チャンネル登録者数5万人目指してますんでね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。はい、てな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。